トッピング全部のやばくね、想像を超えてました。ではマソDB、はい、マソDBです。はい、今日はですね、ある検証をまた行っていきたいと思います。はい、でその検証というのがですね、カレー屋さんのココイチでトッピング全部乗せたらどうなるんだろうというね、検証を行っていきたいと思います。前回はね、ピザで全部乗せメニューやったんですけど、ちょっと失敗しちゃったんで、今回はカレーでちゃんと成功させたいと思います。どんな味になるのか、いくらかかるのか、どんだけモリモリになるのかなど、ちょっとね、一回見てみたいんで、もう好奇心ですよね。ではやっていきたいと思います。はい、ということでここ一番屋にちょっと行ってきたいと思います。よしよし。すいません、注文したいんですけど、はい、ビーフカレーに、はい、あのトッピング、はい、全部ってお願いできます？トッピング全部？全部です。ちょっと待ってて、 あるもの全部大丈夫ですか？トッピング全部別容器になっちゃいますけど大丈夫ですか？あー、別容器になっちゃいますか。あの、一つの弁当箱には絶対乗らないです。あー、わかりました。じゃあ別でも大丈夫です。結構いただきますけど大丈夫です。どのぐらいかかります？ちょっと全部揚げ物とかも包んだりしなきゃいけないんで、はい、10分くらいは。あ、大丈夫です。こんな風に頼む方います？いやー、まあたまーに。あ、本当ですか？ただいまー。よー、はい、ということで全部のせカレー届きました。ここでどんなものか、じゃじゃーん、これがトッピング全部のせカレーの量になります。やばくね、やばくね、これだって袋さ5個あるよ、5個6つあるよ6つ、うん、ほんとこれやばいでしょ。ちょっと開けようよ。やっぱりどうせだったらトッピング全部ね、一つの皿に入ってるところ見たいんで、このお皿に乗せていきたいと思います。乗らねえだろ。いや、行くでしょ。はい、で、ちなみに今日トッピングしたのはこちらです。はい、レシートのね、ところ見ればダーッとあると思いますけど、これだけの量をやりました。スクランブルエッグ、牛カルビ、つくね、納豆が乗ったこういうライスになってます。ほら、まずこれをこのお皿に乗せるんですけど、これ乗るかな全部。いや、乗らないって。絶対頑張って乗せましょう。はい、ということでこのお皿に何とか全部乗せていきたいと思います。これさぁ、まぁ、あ、ちゃんと食べますよ。美味しそうだから普通に。うん、俺何も食ってないから流行ってる。俺も何も食ってないんだけど。余裕だし。よーし。やばっ。やばっ。はい。海三昧。メンチカツ。やばい、三昧系、やんなきゃよかったな。聞かれたんだよね、三昧系も行きますかって。もう乗らないよ。人生でこんなことする機会ないよ、国連。もういや、でもこれこそトッピング全部乗せだよ。はい、ということでここまで乗せました、全部乗せ。なんかね、もうカレーじゃなくなっちゃったんだよね、コグレ。俺こんな予定ではなかったんだよね。これはやばい、うん、これはやばい。で、カレーのルーなんですけど、これにもトッピングが全部されてて、多分これチーズとほうれん草とか全部入ってるんですけど、うん、そうだね、もうね、サラサラしてないんですよ、で、残りこちら。僕のトッピングのイメージではこういうのイメージしてたんですけど、まあそうだね、うん、確かにそうだよね、うん、トッピング全部って言ったらこういうイメージだよね。イメージがなったんですけど、こういう形になりました。はい、ちょっと待って、聞いてみるわ。どう、大食いみたいじゃないあのね、マサオの顔の2倍ぐらいですよね本当にあるんだよ。ではココイチ全部のせカレーいただきます。いただきます。すごいね、すごいね、ご飯がないよ。うん、美味しい。うん、うまい。ココイチ全部のせカレーうまい。あれ、ご飯にたどり着けない。ご飯にたどり着けない。そうだよ、飯食ってなかったから本当にうまいんですよ。うまいよね、トッピング。うまい。うん、トッピングめっちゃうまい。あの、僕らの全部のせのイメージとは若干違ったんですけど、これはこれでうまいね。うまい。でもトッピング2、3個でいいと思うそれぐらいがカレーが一番おいしく食べれるトッピングだね。ということで皆さんもね、ココイチに行って全部乗せしてみたいなって思ったらね、こういう風になるってことをね、
頭に置いておきながら注文してくださいね。ちなみに金額いくらだと思う？こんな目よ。うん、いくらだ？6500円。6500円？本気で言ってる？え？結果ブラ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 、金額14,548円です。15,000円です。約そう、そんな高かったっけ。15,000円もしたんだよこれ。マジでやば。美味しく食べよう。美味しく食べます。ということで皆さん、ココイチのカレーは美味しく食べましょう。ということで以上、マスオ TV とバイバーイ。ちゃんと食べますんでご安心ください。数日かかってもちゃんと食べますんで。うまっ。